校は部員44人です。チームは去年秋と今年春の県大会でいずれも初戦で大量失点して敗退しました。夏に向けては基礎からの練習に励んできました。部員全員が一球にこだわりを持ち、試合の状況に合ったプレーで1点をつかみに行きます。すごい特別な人がいるので、やっぱり全員で一つ一つつないでいくプレーを大事にしていきたいと思ってます。試合では投手を中心に守備からリズムを作ります。その要の一人、エースは水沢光輝。スライダーやカーブなど3種類の変化球を操ります。さらに富澤春人と田村かなとを加えた3人のピッチャーで相手打線を抑えます。そしてこの夏の注目が高野忍さんです。4番としてランナーが溜まっているときにランナーを返したり、ランナーがいないときにチャンスメイクをしてくれるところが注目です。チームにとっては守備でもサードとして内野を引っ張っている存在です。高野忍は右打ちの長距離砲、4番を務めます。これまでパワーに磨きをかけようと、冬場は200キロのバーベルを担いでスクワットをするなど下半身を強化してきました。守備ではサードを守り、内野陣を支えます。ライナー性で強い打球が打てるようになったと思います。絶対に打球をそらさずに、バッティングではヒット打ち、チームを助けられるようにしていきたいです。キャッチャーがサイン出して、リギアが通る、ランナーさん投げる。じゃあそういうサイン今決める。行こう。攻撃の軸は高野だけではありません。チーム一の打率を誇る3番杉田雄飛、そして左の好打者5番増田大輝。このクリーンナップを中心に得点につなげます。チームは6月、感染症による学校閉鎖の影響を受け1週間練習ができませんでしたが、本番を直前に控え士気は上がっています。やっぱり一人一人が自分なりのプレーができなければやっぱり勝てないと思うので、そこら辺緊張せず冷静になってプレーすれば勝てるんじゃないかと思います。まず1勝を勝ち取るということを目指して頑張っていきたいと思います。こっち行くぞ。よし。